三子山総合運動公園、三子山球場王子三球場は、滋賀県大津市の三子山総合運動公園にある野球場。正式名称は三子山総合運動公園野球場。1960年開場。高校野球や大学野球などに使用されている。施設は大津市が所有し、公益財団法人大津市公園緑地協会が指定管理者として、 運営管理を行っている。1960年7月18日に開設。収容人数は1万人。彦根市の県立彦根球場とともに、全国高等学校野球選手権滋賀大会及び、秋季近畿地区高等学校野球滋賀県大会など、県内で行われる主な高校野球の会場として利用されている。関西学生野球連盟や関西6。 大学野球連盟にも利用される。球場建設から40年が経過し、老朽化に伴って球場改築が決定。2002年から外野スタンドとスコアボードの整備に着手した。2004年10月から内野スタンドグラウンド改築を開始、両翼91メートル、中間118メートルのグラウンドはプロ野球の球場として認められる公式規格に従って、 両翼100メートル、中堅122メートルに拡張した。2006年8月に竣工。内野スタンドは、鉄筋コンクリート3階建てとなって1万席を設置。スタンド内部に、室内練習場を新設した。外野スタンド下に災害時用を備蓄倉庫を設けた。環境に配慮して雨水利用設備も導入した。回収費は、約34億円。総事業費は、 約40億円であった。2006年9月の第61回天皇支配全日本軟式野球大会が新球場のコケラ落としとなった。2011年4月に球場初の日本プロ野球公式戦である埼玉西部ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスが行われた。2014年9月15日には四国アイランドリーグプラスの徳島インディゴソックス対 香川オリーブガイナーズ戦が開催されている。この試合はリーグがインターンシップ協定を締結した立命館大学スポーツ健康科学部を中心とした京都府、滋賀県の大学に在籍する学生が試合の黒字化を目標として運営に当たった。また2017年にベースボールチャレンジリーグに加入した滋賀ユナイテッドベースボールクラブが 当シーズンのホーム開幕戦を実施した。2018年は開催がなく、2019年は2年ぶりに1試合を開催した。チーム名がオセアン、シガブラックスに変わった2020年は、当初日程では1試合の開催が予定されていたが、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う日程変更でこのシーズンの開催はなかった。 球場の外観プロ野球は改修工事以前には、セーブライオンズ主催のオープン戦が数、試合開催された。改修後にイースタンリーグの読売ジャイアンツが、主催試合を、阪神タイガースが、オープン戦を開催した。2010年から、日本女子プロ野球機構の兵庫スイングスマイリーズが、主催試合を行っている。 2011年の東日本大震災による計画停電実施のために西武ドームの代替球場としてプロ野球12球団チャリティーマッチ東日本大震災復興支援試合マイナス2試合が組まれた。また同年4月の首都圏におけるナイター開催自粛を受けて埼玉西武ライオンズ対東北楽天ゴールデンイーグルスの公式戦2試合が組まれうち1試合が開催 一試合は、こ雨ノのゲームとなった。2012年4月19日、埼玉西武ライオンズ、対北海道日本ハムファイターズ戦が開催され、日本ハムの上村祐介が、プロ初勝利を挙げた。内野スタンド鉄筋コンクリート作り3階建て、外野スタンド鉄筋コンクリート作り2階建て、バックネット裏席から撮影した三小山球場のパノラマ。ありがとうございます。